アイさんの髪型いいでしょう。頑張ってセットしてるからね。ねえアイちゃん、今度みんなでアイちゃん家のお店に遊びに行ってもいいかな。もちろん、いつでも大歓迎だよ。そういえばエマッチってうちに来るの初めてだよね。うん、さっきカナンちゃんと行ってみたいねって盛り上がったんだよ。なんだか面白い組み合わせだね。海と山、大自然大好きコンビだ。それでどうしてカナンと？今カナンちゃんは歌詞を書いてるんだけどね、何を書けばいいのか気持ちが迷子になってるみたいなんだよ。だから少しでも道を見つけられるお手伝いができたらなって。そういう時に必要なのはインスピレーション。新しいことをすれば何か見えてくるものがあるんじゃないかと思ってるの。なるほど、インスピレーションか。私のダジャレも似たようなところがあるし、わかるような気もする。よし、そういうことなら任せといて。アイさんも一肌脱がせてもらうよ。アイさんとっておきのスペシャルなメニュー考えとく。ありがとう、やっぱりアイちゃんは頼りになるな。そんなこと言われるとなんだか照れるね。アイちゃんがいてくれてよかった。それじゃあ決まったら連絡するね。了解、みんなにはお腹空かせてくるように言っといてね。うん、またね。あのカナンに頼られちゃうなんて、エマッチの癒しパワーはすっごいね。よし、私も負けてられないぞ。カナンのためにスペシャルなメニューとダジャレ考えておかなくっちゃ。なかなかできない経験だったよ。世界が広がったみたいな。もちろん、知らなかったことを知ったり初めての経験をするのって楽しくて大好き。アイさんをスクールアイドルっていう初めての世界に引き込んだ君がそれ言っちゃう？アイさん的には不安なんてないない。どんなことにも初めてはあるんだし、そういう機会は全身で受け止めたるぞーって感じ。初めてのことに誘ってくれた人だってビクビクされるよりはそっちの方がいいでしょ。何それ、尊敬されるとこなの？そうそう、おもちゃ屋さんで面白いもの見つけたから買ってきたんだ。ちょっとやってみて。懐かしくない？知恵の輪だよ。いろんな形のがあるんだよ。ほら、やってみて。外れなきゃ知恵の輪じゃないっしょ。いやいや、そんな力任せじゃ外れないし。ちょっと貸してみ。ここをこうしてこう。どうってなんとなく構造をイメージしたらなんとなくできる
みたいな。ああ、元に戻すのなら簡単かもよ。やってみなよ。じゃあ、アイさんが手取り足取り教えてあげよう。お礼はジュースね。買いに行こう。この衣装どうかな。おもちゃをモチーフにして作ってみたんだけど、似合ってる？かわいい？なかなか好評のようで、アイさんご満悦だよ。でもかわいいのはこの衣装だけ？アイさんもなかなかイケてると思わない？思う？かわいい？最高？みんな絶賛してくれてありがとうね。なんだか催促しちゃった？でもみんなの言葉信じてるから。